元の場所に戻った。本当だ。トモエマミ。あら、魔女は逃げたわよ。仕留めたいならすぐ追いかけなさい。今回はあなたに譲ってあげる。私が用があるのは。飲み込みが悪いのね。見逃してあげるって言ってるの。お互い余計なトラブルとは無縁でいたいと思わない？後悔するわよ。さてと、久兵衛の怪我を治してあげなきゃね。助かるの？この子。もちろん。動かないでね、久兵衛。光った。もうちょっとだからね。すごい、この子の傷がどんどん治ってる。さあ、もういいわ。ありがとう、マミ。助かったよ。お礼はこの子たちに。私は通りがかっただけだから。うわ、喋ったよ、この子。何を、人間の言葉がわかるわけ？うん、わかるよ。すっごい。ねえ、あなたは。僕の名前はキューベイ。あなたが、私を呼んだの？そうだよ、カナメマドカ、それとミキサヤカ。なんで、私たちの名前を？僕、君たちにお願いがあって来たんだ。お願い？僕と契約して、魔法少女になってほしいんだ。魔法少女？いきなりそんなこと言われても、わかんないよね。魔法少女って…ごめんなさい、自己紹介がまだだったわね。私はトモエマミ。あなたたちと同じ御嶽原中の3年生。そして久兵衛と契約した魔法少女よ。魔法少女？ええ。そしてあなたたちも。私たちも？久兵衛に選ばれた以上、魔法少女になる資格はあるわ。私たちが魔法少女？よかったら二人ともうちに寄っていかない？いろいろと話したいこともあるし。いいんですか？もちろん。はい。それじゃあ、お言葉に甘えて。うわぁ、素敵なお部屋。一人暮らしだから遠慮しないで。ろくにおもてなしの準備もないんだけど。今お茶とケーキを用意するから、そこに座っててね。どこから話そうかしら。キューベイに選ばれた以上、あなたたちにとってこれは他人事じゃないの。順を追って説明するわね。うんうん、何でも聞いてくれたまえ。さやかちゃん、それ逆。さっきも言ったけど、まずは自己紹介。私はトモエマミ。キューベイと契約して魔法少女になったの。そしてこれがソウルジェム。わあ、綺麗。キューベイに選ばれた女の子が契約によって生み出す宝石よ。魔力の源であり、魔法少女であることの証でもあるの。契約って？
僕は君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。本当？願い事って？何だって構わない。どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。うわー、金銀財宝とか不老不死とか満貫全席とか。いや、最後のはちょっと。でもそれと引き換えに出来上がるのがソウルジェム。この石を手にした者は魔女と戦う使命を課されるんだ。魔女？魔女って何なの？魔法少女とは違うの？願いから生まれるのが魔法少女だとすれば、魔女は呪いから生まれた存在なんだ。魔法少女が希望を振りまくように魔女は絶望をまき散らす。しかもその姿は普通の人間には見えないからタチが悪い。不安や猜疑心、過剰な怒りや憎しみ、そういう災いの種を世界にもたらしているんだ。理由のはっきりしない自殺や殺人事件はかなりの確率で魔女の呪いが原因なのよ。形のない悪意となって人間を内側から蝕んでいくの。そんなヤバい奴らがいるのにどうして誰も気づかないの？魔女は常に結界の奥に隠れ潜んで、決して人前には姿を現さないからね。さっき君たちが迷い込んだ迷路のような場所がそうだよ。結構危ないところだったのよ。あれに飲み込まれた人間は普通は生きて帰れないから。マミさんはそんな怖いものと戦っているんですか？そう、命がけよ。だからあなたたちも慎重に選んだ方がいい。九兵衛に選ばれたあなたたちにはどんな願いでも叶えられるチャンスがある。でもそれは死と隣り合わせなの。そうだよね。願い事が何でも叶ってかっこよくなれるのって、そんな都合のいい話があるわけないよね。あの転校生も、その魔法少女なの？マミさんと同じ。そうね、間違いないわ。かなり強い力を持ってるみたい。でもそれなら魔女をやっつける正義の味方なんだよね。それがなんで急にマドカを襲ったりしたわけ？彼女が狙ってたのは僕だけだよ。新しい魔法少女が生まれることを阻止しようとしてたんだろうね。なんで？同じ敵と戦っているなら仲間は多い方がいいんじゃないの？それがそうでもないの。むしろ競争になることの方が多いのよね。そんな、どうして？魔女を倒せばそれなりの見返りがあるの。だから時と場合によっては手柄の取り合いになってぶつかることもあるのよね。つまりあいつは九兵衛がマドカに声をかけるって最初から目星をつけてて、それで朝からあんなに絡んできたってわけ？多分そういうことでしょうね。そんな、ホムラちゃんってそんなに悪い子なのかな？私にはそんな風に見えないけど。でも九兵衛をひどい目に遭わせたのは本当みたいだし、やっぱり悪い子なのかな。魔法少女か、けど悩むな。あ、うん。そうね、いきなりこんな話をされてもどうしていいかわからないわよね。そこで提案なんだけど、二人ともしばらく私の魔女退治に付き合ってみない？